はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、台湾は台北の方に、ね、やってきておりまして、こちらね台北駅の方にやってきているんですけども、めちゃめちゃねスケール感が半端ないです。今ね10時半なんですけど、今朝方ですね、台北の方に到着しましてですね、空港からねこちら台北駅の方に寄ってきたんですけど、この台北駅の方にですね電車グッズがね売ってるっていうことなんで、レイ君のね電車グッズをちょっと見に行きたいなというふうに思います。そちらに寄ってからですね、今日はねホテルの方に向かっていければなというふうに思いますので、ちょっとね楽しんでいければなというふうに思います。行ってまいります。はい、こちらがねお目当てのお店みたいですね。思ってたよりね小さいですけど、鉄道グッズがねめちゃめちゃいっぱい置いてありますね。レイ君とかはねこういうの好きかもしれないですね。はい、ということでレイ君お買い上げでございます。はい、よかったね。はい、はい、今ねこちらで購入させていただいたんですけど、やっぱりクレジットカードね使えるところ使えないところ結構ね分かれてますけど、使えるところはね意外とねタッチ決済とかでもね対応しているところがほとんどですね、多いです。はい、ということでですね、こちらですね、はい、レゾナンス台北タペストリーコレクション by ヒルトンさんの方に、ね、到着いたしました。アジアではね、こちらのタペストリーコレクションというのはもうこちら台北のみという感じでございます。早速ね、まだね12時過ぎなんですけど、チェックイン手続きね向かっていこうかなと思います。はい、ということでですね、今チェックイン手続きだけねさせていただいたんですけれども、荷物だけね、預かっていただいて、お部屋ねまだちょっと入れない感じでしたので、ちょうどね昼時ということもあるんで、ちょっとね周辺散策しねしてみようかなというふうに思います。もう近くにはねこちらの島村なんかもねあったりしますしね、面白いですね。はい、ということで周辺ね散策していきたいと思います。ちょうどなんかお腹空きましたんでね、なんか食べたいなと思います。はい、こんな感じね、どこもかしこもめちゃめちゃ美味しそうな感じですね。行こうとしていたお店がですね、めちゃめちゃ並んでますね。やばい並んでます。ビル一周回るぐらい並んでますね。はい、ということでですね、こういったねワンタン屋さん来ましたね。ワンタン麺だったりとか豚肉麺とかですね、レイ君はねエビ麺ですね。はい、ということで、ね、いただいていきたいと思います。めっちゃ美味しそう。あ、優しい味しますね。有名みたいで優しい味がしますね。これでだいたいね80元なので、450円とかそんな感じですかね。めっちゃ安い。ワンタンもいただきます。うん、うまっ、最高。はい、ということで、ね、ホテルのそばのですね、この五十嵐と書いて、五十嵐と書いてね、ウーシーランさんの、ドリンクをねいただいております。うまっ。とりあえずこれいただいてですね、もうじきねチェックインなので、これからホテルの方に戻ってですね、チェックイン手続きを行っていきたいと思います。はい、チェックインがね完了いたしまして、これからねお部屋の方に向かっていきたいと思います。今日はね5階のお部屋みたいですね。特にアップグレードはねなかったっぽい感じです。はい、ということで5階のねお部屋の方に到着しましたが、今日はね506だったかなと思いますね。お部屋の感じとかね楽しみですね。503号室ということなので、こっちの方でしょうか。非常になんかねおしゃれな感じしますね。はい、501角なのかな。
ね、角っぽいですよね。そっか、コーナールームだったと思いますね。はい、本日はこちらのね、503号室という感じですけど、なんかね、木の感じで非常におしゃれじゃないですか。入っていきたいと思います。行ってみましょう。カードはね、差し込むタイプ。はい。ああ、シンプルですけど、非常にいい感じのお部屋じゃないですか。どうでしょうか。はい。そしてバスルームがあって、めちゃめちゃね、大きいテレビがあるという感じですね。バスルーム。そして洗面台とシャワールームあるという感じですね。はい。じゃあね、ちょっとお部屋の、詳細をね、見ていきたいなというふうに思いますけれども。はい。まず玄関ね、こんな感じです。はい。ここ手洗いかな。電気はここか。はい。本日はですね、エレベーターホール上がって、はい。こちらですね、エレベーターホール上がって、左手の角のね、このコーナーキングルームという感じですね。で、はい。こちらにですね、ルームキーを差し込んでいただいて、エアコンのコントローラーがあるという感じです。で、入っていただいて左手がですね、これね、鏡があるんですけど、で、鏡こちらに、鏡張りになってますけど、扉はこの中ですね、ここ。こういう感じのね、扉となってまして、はい。洗面台付きの、お手洗いという感じです。で、テレビがね、このぐらい、結構大きいですね。70インチぐらいあるでしょうか。はい。そんな感じですね。で、ベッドなんですが、はい。レイ君がやっとね、マスクが取れると喜んでますけど、こちらもですね、まあ、最近、今風の新しいホテルはやっぱこんな感じですかね。特にね、扉がないクローゼットという感じで、ハンガーがね、このようになって、ハンガーもなんか、おしゃれですね。そしてバスローブ。これがレゾナンスの、ね、タペストリーコレクションのロゴなんでしょうかね。アイロン台、アイロンがございます。そしてこちらにね、セキュリティボックス、セーフティボックスがございます。で、こちらが、ビニール袋とか、常備灯。そしてスリッパと、靴べらございますね。そしてこちらは空という感じです。はい。で、シェードとかね、このベッドのパネルなんかも非常にね、おしゃれ。これレイ君くるくる回すそうな感じですね。あら、見つけられました。で、ここね、革張りになってて非常に触り心地がいいね、かなりいい感じのレザーとなってます。で、ライトも黄色でね、非常におしゃれで、コンセントがね、こちらに、これ1箇所なんでしょうかね。1箇所と USB-A がね、2箇所という感じです。これボタンなんですね。はい。こんな感じ。で、時計とワイヤレスの Bluetooth のね、スピーカーがあるという感じですね。はい。で、反対サイドの、ベッドパネルも、この照明もね、非常にね、おしゃれな感じで、読書灯とかも、非常になんだろうね、スタイリッシュな感じしますね。はい。で、電話機とティッシュと、ここにね、ちょっとした雑誌なんかもね、入れられるような感じ。で、ゴミ箱と聖書がありますね。で、こちらに、はい、テーブルのね、ライトのスイッチ。そして、コーナーソファーがこのようにあって、このね、ソファーの下の方にですね、コンセントが2箇所と USB-A が4箇所ございます。すごいですね。で、テーブルがあって、はい。絵なんかもね、このように飾られてて、鏡もね、こちらにございます。そしてミニバー、ネスプレッソのね、マシンと電気ケトル。そしてコーヒーのポーションは2種類。で、これがね、お水ですね。おしゃれ。そしてマグカップと、こんな感じです。はい。で、お茶ですね。これ何茶なんだろうな。はい。ちょっとわかんないですけど、2種類のね、お茶がございますね。で、フォーク、ナイフとか、こちらにもコーヒーカップがね、あったりします。で、アイスピールございまして。で、こちらですね、冷蔵庫。はい。ドリンクね、ありますけど、プリンもある。
はい、これはね、お茶とリンゴジュースとプリンですかね。これはね、こちらにも書いてありますけど、ミニバー無料ということで、この冷蔵庫の中身はね、無料ということでございます。量はね、いっぱいあるわけじゃないですけど、嬉しいですね。はい、ここら辺もね、非常にスタイリッシュでいい感じですね。はい、で、洗面台の方にもお水がね、このようにありますし、バスタブもね、こういった鏡があってね、非常にいい感じですね。非常にね、大理石調で高級感があっていい感じです。シャワー付きのね、バスタブとなってます。で、ティッシュと、こちらに、ハンドソープのね、ディスペンサーがあって、こちらにはですね、多分ね、ドライヤー用のコンセントと普通のコンセントがあるっていう感じでしょうかね。で、カーテンがね、あると。これは多分、こちらのバスタブの方のね、カーテンが操作できるという感じですね。で、コップとアメニティ類。レゾナンスのね、アメニティなんですね。非常に色とりどりでいい感じです。おしゃれですね。はい。で、下の方にはですね、ゴミ箱と、体重計、そしてタオルがありまして、はい。お、ドライヤーがございます。ドライヤーは何製のドライヤーなんでしょうかね。気になりますね。これはどうなんだ？はい、出てきました。フィリップス製のね、ドライヤーとなっております。非常におしゃれな感じですね。はい、海外はフィリップス製とかスイス製のものが多いんでしょうかね。そして、はい、こちらの方にですね、シャワールームがございますという感じですね。はい、これもレゾナンスのあれでしょうかね。ボディーソープ、シャンプー、コンディショナーといった感じでしょうか。はい。で、シャワーの方なんですが、これね、上に回していただくとレインシャワー、下に回すとハンドシャワーという感じになってますけど、はい。まあ、水圧はね、十分じゃないかなというふうに思います。はい。まあ、本日はね、こんな感じの、レゾナンス台北さんのね、お部屋に一泊させていただきます。テイ君、ベッドの上に乗っちゃってますね。まあ、めちゃめちゃね、広いっていうわけではないですけど、まあ、十分なね、広さと、なんか無駄なね、スペースがない感じでいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロードが早いですね。ダウンロード下りが 138.09Mbps、アップロードが 28.15Mbps となってまして、まあ、通常のね、ネット利用であれば全く問題はないのかなと思いますけど、ゲーミングとかになるとね、まあ、ゲーミングやらないとは思いますけど、ちょっと不安定な部分もあるかもしれません。ちょっとね、差が結構ありますね。まあ、これだったらね、ライブも十分じゃないかなというふうに思います。はい、ということですね、こちらのね、ホテルレゾナンス台北タペストリーコレクションバイヒルトンさんにね、初めてお邪魔させていただいております。まあ、アジアではですね、こちらのね、唯一タペストリーホテルっていうのはですね、こちらの台北のみという形でございますけれども、なんだろうな、まあ、マリオットでいう、まあ、モクシーだったり、アロフトさんとかね、まあ、そんな感じのイメージなのかなと思ったんですけど、ちょっとね、また違う感じでしたね。ヒルトンでいうダブルツリーとかとかも、まあ、またちょっと違うかなっていう感じなんですけど、こちらは2020年の12月2日に竣工っていう形でございます。竣工というか開業ですね、ということになってまして、まあ約ね、2年、営業されてるといったホテルなんで、まだまだね、やっぱり新しいホテルという感じです。で、チェックインしたらね、こんな感じでですね、はい、ウェルカムレターをいただきましてね、ちゃんとカタカナ、ひらがなもね、駆使されてコメントね、いただいております。そして、ウェルカム、アメニティということで、こんな感じのですね、はい、ドライフルーツだったりとか、こういった感じのね、炭酸水などをいただいたり、しております。で、先ほどご案内させていただいた通りですね、冷蔵庫の中のね、ドリンクに関しましては無料という感じでございます。で、チェックインの時にですね、レセプションのですね、脇にあります、QR コードからですね、こちらのタペストリーホテルのですね、アプリをダウンロードしたところ、まあ、こんな感じでですね、レゾナンス台北ということでですね、まあ、朝食のね、オーダーメニューであったりとかね、こういったものを利用していただくことがね、できるというふうになってまして、こちらを利用することによってですね、はい、504元分のですね、朝食のね、ポイントを利用することができて、ビバレッジだったり、コーヒーだったりとか、サンドイッチにね、利用していただくことができる。まあ、もちろん足りない分はね、
負担をすればね、オーダーしていただくことができるという感じになってまして、まあ、面白いですね。スターバックスコーヒーさんで朝食をね、食べていただくことができるという感じです。まあ、レストランがね、ありませんので、朝食は無料っていう感じにはならないんですけど、朝食のね、ホテルクレジットをいただいて朝食をオーダーしていただくことができるといったホテルでございます。で、こちらですね、17時から19時に関しましても、1階のですね、レセプションの奥の方にですね、ハッピーアワーということでですね、お酒だったりソフトドリンクをね、いただける時間帯もありますんで、まあ、ちょっとね、今日はこれから鍋とかをね、食べに行く予定がありますので、まあ、どんな感じなのかだけ覗いてですね、まあ、ちょっと鍋にね、食べに行こうかなというふうに思っておりますので、まあ、残念なことにちょっとね、利用することはできません。で、当然これレストランもありませんので、スターバックスさんがありませんから、夕食に関しましては、まあ、周辺のね、お店でね、いただいていただくことができるといった感じだったりとか、あとは朝食に関しましても、スターバックスさんを利用しなければいけないというわけでは当然ありません。周辺にはね、めちゃめちゃ有名な、先ほどね、チェックイン前に見に行ったね、長蛇の列だったね、朝食屋さんとかもめちゃめちゃ近いので、まあ、それを目当てにここに宿泊するっていうのも、まあ、比較的ね、ありなんじゃないかなと個人的には思いますので、まあ、ぜひね、ちょっと試していただきたいなっていうふうに思いますね。まあ、結構ね、やっぱりおしゃれな感じですし、なんかホテルのね、ブランドのイメージが、まあ、紡ぐとかね、なんか物語を紡ぐとか、そんな感じなので、ムービーだったりとか、なんかそんな感じのね、イメージ、連想させるようなアイテムがあったりとか、エントランス玄関の正面にオンエアってね、出たりとか、ちょっと面白い感じになってるかなというふうに思います。ね、なんか違うよ。なんか違った、うん。はい。ということですね。まあ、これからちょっと鍋の方ね、食べに行っていきたいなと思いますけれども、これから、まあ、ちょっとね、ハッピーアワーの方ちょっと覗いて、鍋の方向かっていきたいなと思います。はい。5時からね、19時の間はこちらの方でですね、ハッピーアワーをね、やってるということなんですが、今日はね、ちょっと夕飯をね、取りに行かないといけないので、残念ながらね、ちょっと伺うことができないんですけど、残念。はい。まあ、ハッピーアワーだったらね、結構ね、いい感じじゃないかなと思うんですけどね。はい、はい、今からねちょっとタクシーを拾ってですね、火鍋をね食べに行こうかなというふうに思います。今ねもう5時半なんですけど、意外とね台北市内12月30日ですけど暖かいですね。かなり過ごしやすいです。もうパーカーぐらいでちょうどいいぐらいな感じですね。はい、本日はねこちらの方の人気のねなんか火鍋屋さんみたいなので、こちらの方にね邪魔してみたいと思います。めちゃめちゃ美味しそう。はい、今こんな感じでですね、お肉だったりとか、ビールとかですねオーダーしましたのでいただいていきたいと思います。いやめちゃめちゃ美味しそう。はい、じゃあねちょっといただいていきたいと思います。まず豚肉ですね。めちゃめちゃうまい。まだねタレつけてないのにめっちゃうまい。うん、あとねこれ血を固めたやつですね。うん、うまっ。はい、おはようございます。ぐっすりね眠ることができました。昨日はねさすがに疲れましたね。レイ君もだいぶお疲れみたいでしたけど、今ね起きてですね、もうお風呂入ってシャワーも浴びてですね、準備万端という感じなんですけど、まあ朝食会場がですねスターバックスコーヒーさんということもありますので、まあテイクアウトしてですねお部屋で食べてねゆっくりしようかなというふうに考えております。はい、もう本当にいい感じですね。なんだろうな、すごくねこのお部屋めちゃめちゃね落ち着く感じですね。まあ、ただちょっとねアメニティ類のシャンプーコンディショナー、ボディソープはねいい香りなんですけど、シャンプーコンディショナーにつきましてはちょっとね漢方っぽいというかですね、そんな感じのね香りがするのでちょっと癖がある感じではありましたけど、でもね感じとしてはいい感じです。はい、そしてね今妻の方に今朝食をねスターバックスさんの方で買って来てもらっているという状況です。で、ランドリーとかもね、利用できるので、まあ初日ではあるんですけど、まあせっかくね、ランドリー無料で使えるということもありますんで、ちょっとね、そちら使ってみようかなというふうに思って、ランドリーに寄ってから、スターバックスコーヒーさんの方に向かっていただいているというような感じです。はい。そしてね、テレビモニターの方にもですね、まあこのように、今ね、どのくらいの進捗かっていうのもね、見ていただくことができるので、この洗濯機と、これがね、終わったら乾燥機の方にね、持っていくというふうにね、思ってますので、まあ、
洗濯が終わったらですね、乾燥機の方には私の方で、入れに行きたいなというふうに思います。ついでにね、ジムもまだ行ってないんで、ジムも見ていきたいと思います。はい、ということでね、今妻の方にスターバックス買ってきてもらいました。結構な量ですね。ということでちょっとね、出していきたいと思います。はい、外にね、出すとこのぐらいのボリューム結構ありますよね。まあ大体ね、504元ぐらいのホテルクレジットがあって、追加でね、100元出したような感じでしょうかね。まあ結構なボリュームかなと思います。じゃあね、いただいていきましょう。はい、ということでね、ちょっといただいていきたいと思います。レイ君も腹ペコみたいです。で、こちらがですね、台湾限定のね、ちょっと妻に買ってきてもらったんで、何ティーかわかんないんですけど、薄いミルクティーみたいな感じ。美味しいけど、はい。いや、結構ボリューム、私もね、あんまりスターバックスでね、パンを食べたことないんですけど、パスタミビーフとか、なんかサンドイッチみたいなのいただきます。うまっ。あ、めっちゃうまっ。緑のラバン。うん、どうぞ。緑のラバン。どこいだよ。ラバンだよ。こっち食べな。こっち食べな。うん。トマト。人参。トマト、トマトだよ、これ。これとトマト同じだ。めっちゃうまい。他にもね、カヌレだったりとか、このパストラミビーフみたいなのとかあったりするんで、まあちょっとね、食べ進めて、後で、フィットネスもね、ちょっと見ていきたいなと思います。じゃあ、ここに行く、お肉。トマト。トマトこれないね。また後で。はい。ということで、ちょっとゆっくり食べていきたいと思います。はい。こちらがですね、ランドリーになってまして、下がね、洗濯機で、上がね、乾燥機となってます。もうね、入れて、スイッチを押すだけみたいですね。じゃあね、ちょっと入れていきます。入れ終えまして、これでね、開始みたいなボタンを押すと開始しました。ということで、やっぱね、40分、そんなしないのかな。はい、とりあえず、待ちたいと思います。45分後ぐらいな感じなのかなね。そんな感じです。はい、でこちらがね、ジムですね。フィットネス24時間ね、空いてます。中見ていきましょう。はい、まあこんな感じで結構ね、広々してる感じですね。で、テレビもありますし、お水もね、こういったウォーターサーバーもありますし、ペットボトルもね、ございますね。はい。どうでしょう。結構ね、いい感じじゃないでしょうか。今日はね、あいにく、ちょっと雨降ってる感じでしょうかね。あ、やんできてる感じですね。はい。こんな感じの、ジムでございます。トイレもね、ございますね。はい。ということで、洗濯物をね、取りに行きたいと思います。はい。で、こちらね、ランドリーですけど、鍵がね、必要となります。じゃあね、仕上がったので、取っていきたいと思います。こちらの3番ですね。そしてね、2階の方に製氷機だったりとか、なんかね、カプセルスパがあるみたいなので、ちょっとね、覗いてこようかなと思います。はい。2階。こんな感じのね、スパがあるんですね。そして製氷機とかがおそらくここにあるのかなという感じですけど、なんかね、面白い感じで、自販機もね、こんな感じであるんですね。で、製氷機という感じです。はい、ということですね。あっという間に、あとね、30分ぐらいで、本日のチェックアウト、まあ今日のね、チェックアウトは13時ということなんですけど、もうちょっとね、ひょっとしたら伸ばせたのかもしれないですけど、チェックアウトどうするみたいな感じで不意にね、聞かれてですね、まあ1pm ということで伝えてしまったんですけど、2時ぐらいまで行けたかもしれないですけどね。まあUber を呼んでですね、次のね、W ホテル、台北さんの方に向かっていこうかなというふうに思いました。で、こちらのね、レゾナンス台北、タペストリーコレクションバイヒルトンさん、初めてね、宿泊させていただきましたけど、なんだろうな、すごくね、落ち着く感じありますね。まあ、初日のね、ちょっと疲れがあったからっていうこともあるかもしれませんけど、かなりね、お部屋の方でゆっくりさせていただいて、まあ、お部屋自体はやっぱりね、すごく落ち着きます。で、朝食がですね、まあ、レストランがないホテルっていうのはなかなか、珍しいんじゃないかなとは思いますけども、まあ逆に、かえってね、新鮮な感じでした。まあ周辺でですね、まあ、有名なね、豆乳の
朝食屋さんもね、ありますし、まあ、長蛇の列にはなるんですけど、まあ、そういったところに行くのもよし、スターバックスさんでね、朝食を食べるなんていうこともなかなかなかったので、お部屋にね、持ってきて食べましたけど、当然、お店でね、食べることもできますし、朝早く行けばですね、開店前のスターバックスさんで朝食、ホテルの宿泊者だけね、食べることがね、できますので、まあ、そういった利用もあるんで、まあ、結構ね、新鮮な感じもありましたね。はい。で、やっぱりね、新しいホテルだけあって、まあ、帰り際にね、先ほど気づきましたけど、スパがあったりとかですね、あとランドリーのね、無料で使えたりとか、まあ、特に使う予定はなかったんですけど、まあ、無料なんでね、せっかくなんで洗おうということで、乾燥機もあったんでね、ふわふわになりましたし、非常にね、利便性が高いね、ホテルかなというふうに思います。まあ、ただですね、まあ、周辺で、まあ、観光を楽しむ方だったら、まあ、もうちょっとね、リーズナブルな、安いホテルに泊まって、でもいいのかなっていう感じはね、正直なところしますね。で、ホテルをね、ちょっと楽しみに来る、まあ、例えば W ホテルさんとか、まあ、ちょっと楽しいホテルにね、来るっていう感じだと、ちょっと物足りないかもしれないので、なんだろうな、難しいですね。ちょっと新しいし、まあ、ヒルトンのステータスもあるし、観光目的も兼ねてっていうことだったら利用するのはいいのかなと思いますけど、明確にね、観光だけだったらもうちょっと安いホテルでもいいのかなっていう感じもね、ありましたので、まあちょっとね、皆さんの使い方によっては、ぜひ、考えた上で利用されるのはいいのかなと思います。ホテル自体はすごくいいですけどね、まあ価格的にちょっとね、普通のホテルより高くなりますし、もうちょっとね、出せばラウンジがあるホテルだったりとか、安くてもラウンジがあるホテルとかもあったりするから、結構ね、難しいところになるかなっていうところも正直なね、感想でございました。でもね、ホテルは本当に非常にいいので、機会があればぜひね、使ってみていただきたいなというふうに思いました。ということで、まあ、今回の動画に関しましてはこちらでね、以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにね、ぜひこちらのチャンネル登録とベルマークの、ね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もねチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。